で相手に圧巻のパフォーマンスで MOM 獲得。現地サポの反応がこちら。なんてこった、遠藤がデブライネにどっちがボスか示したよ。遠藤は10点中8点のパフォーマンスをし続けている。彼がいなかったらうちはどうなっただろうか。遠藤は十分にこのレベルにふさわしい選手だね。極めて重要なタックルやインターセプトをしている。ここ数ヶ月の遠藤は本当に目覚ましい。常に必要なところに顔を出して、ボールを持って落ち着いて、見事なパスを出す。クオリティの高い選手だ。遠藤には感心してるよ。なんて選手だ。間違いなくプレミアリーグでトップ3に入る守備的ミッドフィルダーだ。デブライネが劣化したように見える。遠藤のフィジカルが彼をいじめたぞ。今日の遠藤は並外れてる。今日はピッチでデブライネを見つけられなかった。俺の選手がデブルイネをベンチで泣かせた。なんという選手だ。今日はファンダイク、遠藤、マクアリスターが卓越していた。遠藤がマンオブザマッチだ。マジですごい補強だわ。今日の遠藤は中盤の選手だった。ロドリは本当に最高だけど、今日の彼は中盤で劣勢に立たされた。俺が見てきたロドリの試合でもワーストの一つだったかもしれない。ロドリライス遠藤がリーグの中でもトップ3の守備的ミッドフィルダーで、その他とは差がかなりあるよ。リバプールのメディカルは遠藤のクローンを作れないか？うちのチームにも分けてほしいんだ。